はい、こんにちは、松岡です。今日もね、買ってきました。新幹線のセットのバーター帳だと思うんですね。はい、あ、ちょっと汚いかな。これは後で洗いましょう。はい、目玉商品です、こちら。これまず開けましょう。まずこちらは多分ブレーキ車ですね。はい、もう昔の車両なんで、もう廃盤ですね。はい、こちら、知ってる方いるのかな、義経号っていうね、限定のさらに廃盤車両ですね。いやー、これをね、まさかの50円で手に入れることができるとは思いませんでした。形がね、なんかどっかで見たディズニーランドでよく見るようなあのセットにすごい似てるんですけど、なんかね、もうこの車輪のところがすでに歪んでるっていうね。で、とりあえず、まあ、動かないっていうんですけども、ちょっと確認してみましょう。え、普通に動いたんだけど。義経号なんですけど、確かね、2004年に発売されたプラレールで、もうね、ちょっとね、記憶が曖昧なんですけど、確かイベントの車両だったと思うんですね。はい。まあ、これをね、まさかの動作不良ってことだったんですけども、まさかの動くとはね、びっくりしましたね。はい。ということで、今回はこちらをね、手に入れたということで、非常に嬉しいので、この辺で終わりです。